開発途上国や新興国では産業発展に伴い産業排水の量が増えています。また製紙産業や繊維産業など大量の水を消費する産業では水を再利用するためのランニングコストが課題です。低コストで排水を浄化処理できる水循環技術が求められています。自動再生型活性炭ろ過処理装置は活性炭の特殊な再生機構を備えた循環型排水浄化処理装置です。最大の特徴は4時間未満という短時間で活性炭を高速再生する点です。活性炭を交換する必要がないためランニングコストを大幅に下げることができます。排水の再利用も可能です。産業排水をきれいに浄化し工場排水のゼロエミッション化を後押しします。ろ過に使用している特殊活性炭は最高サイズが迷路状の構造であるため水溶性有機物や難分解性有機物を含むさまざまな物質を吸着処理することができます。400度以上の加熱水蒸気で活性炭に吸着した有機物を熱分解、蒸発除去し活性炭を自動再生します。これにより活性炭の取り出しや廃棄、埋め立てが不要になります。新たな活性炭を購入する必要がないことからランニングコストを従来の約100分の1に削減できます。また再生時の加熱によりタンク内の殺菌ができるため微生物が繁殖することもありません。コンパクトな設計かつユニットタイプであるため大掛かりな土木工事をすることがなく様々な現場に合わせて導入することができます。これまで国内では自動車部品工場、化学工場、温浴施設などへ79台の納入実績があります。海外では中国、台湾、インドネシア、バングラディッシュへ合計9台の納入実績があります。2013年にインドネシアで行った JICA の普及実証事業では排水処理と再生水の利用で大きな成果を得ました。私たちは世界中の排水を捨てられる水から使える水へ低コストで再生することにより持続可能な地球環境の保全に尽力してまいります。一緒に取り組んでくださる方からのご連絡をお待ちしております。